あとはコロナっていうのが大きな影響を与えたことは確かだと思いますね。この結果我々としてはそうですね、資金繰りがつかないからっていうね、資金繰り支援に始まり、納税の日にちの繰り延べとか、繰り延べても延滞金利はつけないとか、いろんな形で資金繰り支援っていうのをやらせていただいたと思ってますけれども、結果としては今でもまだコロナの影響っていうのはあります。まあ確かですけども、少なくとも私の時に総理大臣の時のリーマンブラザーズのバンクラプシー破綻がありました時、あの時に比べたら間違いなく倒産件数も3分の1ぐらいかな、失業率も2.8ぐらいですから、あの頃は5.7あのぐらいいってたと思いますので、そういった意味では影響をかなり低く抑えられることができた。補正予算も3回になって、あの頃の補正予算やらせていただいた経験があったからこれができたんだと思ってますけれども、はい、全国6000万の麻生太郎ファンの皆様こんにちは。麻生さんね、自分の実績のように言ってますよね。私の経済政策が良かったから、財政政策が良かったから、失業率を抑えて倒産件数を抑えた、冗談じゃないってことですよね。これは我々国民が自分の力で頑張って倒産しないように、失業しないようにしたに決まってるじゃないですか。なんでね、いいことがあったら自分たちの功績にしてね、で悪いことがあったら国民が頑張ってないとかね、国民が貯蓄に回したとか、まあこのやり方でしょ、いつも麻生太郎もう悪党も鼻だしね。やっぱりね、この税金を猶予したとかね、延滞金をもらわなかったって恩着せがましく言いますけども、こういう時は当たり前じゃないかと思うんですよ。だって有事の際に国が国民を守るから、有事が去った後国民がダメージを受けてない状態でまた経済活動、社会活動を再開できるわけじゃないですか。なんですか、じゃあ国民を見殺しにしてもうペンペン草も生えなくなった状態で、既得権益、権力者、国会議員の先生、自分たちで何かやっていけるんですか。やっぱ国民はね、生かさず殺さずみたいなね、そんな形で生き延びさせて、まあ、完全に奴隷化するわけでしょ。まあ、だったらね、きつい時には、やっぱりね、泳がしておく。アメとムチですよ。なんできつい時にもね、さらにきついことするとかね。だって今回も、なんかいろんな支援してるって言いますけども、結局は借金を進めただけでしょ。で、その借金はいずれ分取るわけでしょ。ひどい話ですよ。ね、これ幸いとばかりに、自然災害が起きた時に国民を見殺しにするというね。それはね、自分の責任で殺すわけじゃないから、見てるだけだからいいですよね。だって朝9時から夕方5時まで座ってるだけでしょ。その間に我々国民は必死こいてね、自分の生命、財産、家族、地域を守るために奮闘してるわけですよ。座って見てるだけなんてね、ほんととんでもない話だ。ね。とにかく、麻生さん。もう一回言いますけどもね。麻生さんの財政政策が良くて、もしくは政府の対策が良くって、失業率を抑えたりとかね、それから倒産件数を抑えたわけじゃないんですよ。だって失業したくないもん、私たちは。倒産させたくないもん、会社を。そんなのね、当事者が一番思ってますよ。なんかね、そこの、なんか、何？座ってるだけで質問も来ない椅子に座ってるところからね、何かをやってるわけじゃないんですよ。で、補助的なものとして、いろんな資金繰り支援とかね、ありますよ、それは。補助的なものですよ。あくまでも私たちが、国民一人一人が自分の生命財産自分で守んないと。もう国は当てにならねえやと。麻生どうせ金出せねえんだろ、この野郎。と思ってるから、もう自分で生き延びてきたわけですよ。で、自分で生き延びてきて、よーし、一息つくぞと思ったら、私たちの政策が良くてね、リーマンブラザーの時はこうだったけども、今は割となんかうまくいったんじゃないかなと思う、みたいなね。全部自分の功績ですか。よく恥ずかしくもなく、そういうの記者会見で言えますよね。全部、お前の手柄かって話ですよ。疫病神め、この野郎。金出せ、金を出せということで、麻生さん、ネタをいっぱいくれますね。ありがとうございます。じゃあまた。